さあ、ほら、ほそろそろね、もう時間なんですけどね。なんかちょっと変わった人がいるんですけど。うわ。ちょっと。あ、これ対戦相手ですか今日の。多分。怖い。ちょっと声かけて。あ、わかりました。あ、来た来た。うわ。今日あのメールをくれた時空堂のブルーさんですかね。あ、ブルーさん喋らないですね。喋らないみたい。ちょっと待って、まずちょっと僕打ち合わせ聞いてきます。ちょっとお待ちください。こんにちは、こんにちは。喋らないですね今日。こんにちは。すごい、やっぱ本物は違いますね、オーラが。今日、うちの、熊沢さんと対決される、大丈夫ですか？なんか、ちょっと一応、おぉ、怖い。ごめんなさい、一応僕カメラマン兼マネージャーやってて、そのなんか、どういったルールでやりたいとか、なんか要望があれば教えていただきたい。もうカメラ止めてるんで喋ってもらっても大丈夫ですよ。はい、はい、はい、おちょっと伝えていきます。僕なりの言葉で伝えていきます。ありがとうございます。一応ですね、僕もコミュニケーションすごい頑張ったんですけど、一応やっぱやりたい意思はある。スパーリングになりますから。だからこれは、はい、ちょっとこれは大丈夫ですよね。じゃあ、おお、よろしくお願いします。ちょっと挨拶行った方がもしかしたら本物かもしれないんで。いや、こう、動画とメッセージいただきました。熊沢です。そうです、まあ、早速なんでもう中入っていただいて、組手の方今日よろしくお願いします。いや、組手じゃないらしいですよ。なんですか？もう防具とか何もつけずにやりたいと。このままで。はい。で、確か白さんの師匠、格闘技の師匠らしいんで。このプロレスラーの？ですです、はい。白さんのプロレスラーの方の師匠らしいんで、まあ敵を取りに来たと。だからルールは全部お任せすると、いうことでしょう。大丈夫ですか？あ、ほら、うんって。わかりました。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、武術ルールで。そうですね。はい。ちょっと一旦カメラ止めて、はい、中央の位置まで行きましょうね。わかりました。よろしくお願いします。さすが。あ、ごめんなさい、撮ってないですよ、大丈夫ですよ。どうでした？めっちゃ丁寧な人っすね。ちょっと靴ちゃんと並べてましたね。俺、ああいう人大好きですね。あ、じゃあ、そうですね、本当に強いかもしれないんで。まあ、こっちは切り替えて。そうですね、はい、ちょっと、はい、武道としてやっていきましょうか。はい、了解です。はい、よろしくお願いします。です。サングラスは一応、どうしましょう？撮った方がいいかな？大丈夫ですか？あ、じゃあちょっと伝えていきます。さあ、ほら、ふぅー。
ブルさん大丈夫ですか？大丈夫ですか？ブルさん、ごめんなさい。